本番いきます。よーい、カメラオッケー、音オッケー、役者オッケー、よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。世の中に出回っている各種監視カメラ、何か別のものに期待するカメラもいいけど、小ささに振り切ったカメラが欲しい、そんな方にぜひおすすめしたい。使い方次第で小さい隙間からしっかり記録、 Wi-Fi につなげることでリアルタイム監視も可能な各種監視カメラを紹介します。実際の映像も収録してますので、ぜひ動画を最後までお楽しみください。こちらでございます。正面、裏、サイド、開けていきます。取説、すべて日本語表記。リセットピン、カードリーダー、 USB とマイクロ SD が入る、こちらに保存した映像を差し込んでパソコンで見ます。充電ケーブル、マイクロ USB の端子です。バッテリー、そしてこちらがカメラ本体。こちらがレンズです。小さ。重さ、バッテリー含む 51g。 使用について、こちらのカメラ、ビデオ解像度は 1080p、 キャプチャ形式は MP4、 フレームレートは 30fps。 プロ仕様の CMOS イメージセンサーを搭載することで、約90度の高精細レンズで高画質録画を行うことができます。長時間撮影について、本体には 1800mAh の充電式リチウムバッテリーが入っています。こちら約6時間連続起動が可能です。データの保存先としてマイクロ SD カードとクラウドストレージに対応しています。なお USB で常時充電を行うことで、さらに長い長時間撮影も可能です。今回使うカードは 32GB のマイクロ SD カードを入れていきます。こちらですね、ここに差し込み口がありますので入れます。こちらリセットの穴です。使う際は別のバッテリーをですね、つなげていきます。こうですね、はい、つながりました。この状態で電源を押します。青ランプが光りました。消します。もう一回つけます。はい、使い方について、こちらのカメラは Wi-Fi 接続必須なカメラです。 iPhone と Android 両方使いまして、アプリが必要です。こちらのアプリを使います。 Wi-Fi 環境につなげることで、自宅にいなくてもいつでも設置場所の記録をスマホで確認することができます。操作は簡単です。まずはスイッチをオンに切り替えます。インジケーターが青で点灯します。30から40秒ほどインジケーターがゆっくりと点滅をします。カメラ待機モード、またライブ映像を指定した先にシェアすることができたり、さらにカメラを追加することでアプリ画面から複数のカメラを同時に監視を行うことができます。それではこの後実際にアプリを使って見ていきたいと思います。はい、ではアプリを起動。ではですね、デバイスを追加していきたいと思います。追加、防犯カメラ、 Wi-Fi を押します。はい、こちらのリセットボタンを長押します。長押し、お、来ました。さあデバイス来るか、来い、来るんだ。来たー。こんな感じで横にすることもできます。いかがでしょうか。こんな感じで、ういはい、アルバム、はい、先ほど撮影したものが見ることができます。いかがでしょうか。映像の精度、他のモードも見ていきたいなと思います。テーマカラー、ダークモード、例えばちょっと設置をしていきたいと思います。今なんですけども、このような形で撮影をしておりますが、はい、ここですね、こんな形でですね、ここを開けると、いろいろとこのコードが入っていて、で、ここに、さあ、どこにあるでしょうか。ここでございます。はい、で、中をまあ見ますと、まあ、こういう感じですね。こいつさえここに置いてしまえば、こういう感じで頭だけ出すことによって狭いところから撮影を行うことができます。一
今こちらに分かりますでしょうか。このような形でですね、こういう感じでこのパーツが長いのでうまい具合にですね、なんかテープとかを使って貼り付けることで、ここピョコッとね、ここのレンズの部分だけ出すことによっていろんな設置方法ができます。高感度モーションセンサーについて、移動検出、はい、こちらで動体検知ですね、はい、こちらの隠しカメラ、高感度のモーションセンサーがついています。カメラが不審な動きを検知するとリアルタイムで起動、スマホアプリを通じて通知をすぐに送信、リアルタイムで現場の映像を確認することができます。超小型隠し監視カメラ、いかがだったでしょうか。こちらのカメラ最大の特徴はこのレンズの小ささです。使い方次第で小さい隙間から録画ができて、見たい時にリアルタイム監視を行うことができる Wi-Fi 対応の隠し監視カメラです。ぜひこちらモラルを守って使用をしてください。このカメラ興味が出ましたらぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。本番いきます。よーい、カメラ OK。 もう一回、世の中に出回っている小ささに振り切り、リアルタイムとか、サムネ